のボール野球ですね。はい、ここですね。実はね、ここ駅あるんですよ。駅ですね。でちょっと見たんですけど、野球駅って書いてあったんですね。どんだけその野球と関係してるか、この土地がですね、それも表してると思います。あっちなんですけどね、風が強くて、ちょっと関係ないですけど、これ今日はこれ誰ですか、これオンしてる、これ正岡式さんですね。正岡式も野球やってたんだね。まあちょっとまたこの映像で正岡さんも用意してたらよかったんですけど、今日は用意してないので、これはまた別の機会にやりたいと思います。はい、ではと言っていましたが、言葉をですね見つけたので、やることとします。その前に正岡式さんのお話も少し振り返りたいと思います。連合艦隊の日本海海戦勝利に貢献する秋山実幸、その兄で日本の騎兵の父となる秋山義振、それから俳句短歌の中高の祖となった正岡式、この3人ですね。彼らはただ前のみを見つめ、明治という時代の坂を上がっていくというお話です。3人の中でこう写真は一番正岡式が迫力があると私は思いました。先ほど正岡式の言葉がないと言いましたが、道すがら見つけたので、このチャンネルで一つ紹介したいと思います。近藤監督のおかげで正岡式の言葉まで紹介できるという、こんな素晴らしいことがあるんですね。はい、ちょっとこちら当然プリント用意してないので、こちらで紹介していきたいと思います。これですね。はい、じゃあ見ますね。ちょっと近づきます。近すぎた。OK です。はい、草茂み、ベースボールの道しろし、覚えましたよ。草茂み、ベースボールの道しろだったっけ、しろし、しろし、もう一度いきます。草茂み、ベースボールの道しろし、歌えそう。正岡式は私が不勉強だっただけで野球に大いに関わってたんですね。プロ野球殿堂にも野球を普及させた功績で表彰されていたということもあります。いや、知らなかったですね。でこの坊ちゃんスタジアムにはちょっとちっちゃなミュージアム的なものがありましてですね、そこで結構面白いものを見つけました。このストラックアウトっていうのがテレビ番組でありましたよね。あれをちょっとこう進化させたような、そんな感じで、なんとですね、松井選手と対決ができるストラックアウトということになります。この9まで数字出てますね。これに当てるっていう枚数を競うゲームなんですけど、これがですねストライクになるだけじゃなくて、しっかりとホームランも打っちゃってくれるっていう楽しいものなんです。当然これデッドボールも設定がありました。私たちちょっと下手くそなので、ガンガンデッドボールばっかりになっちゃうので、非常にこの申し訳ないですが、どん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 前に出てですね、このように反則的なぐらい前に出てストライクを無理やりにで取りに行ったということがありました。いやこれね、なかなか遊べるゲームなのでおすすめです。これをやるためだけに坊ちゃんスタジアム行ってもいいと思いますよ。草茂み、ベースボールの道しろし、歌えそう。ちょっと僕今日風邪ちょっと引いてるんですけど見事な風邪引きもこの勢いで直したいと思います。それではまたお会いしましょう。漢方を飲んで直してね。はい。